はい、こんにちは、スプラートエデンのめちゃんとレラちゃんです。ということで、フィリピンで2日目の朝、初めての朝食を食べます。腹空いてる。超減ってるよね。減ってる。全然食えてない。もうずっと移動で食べてないから、まあとりあえず一個一個、うん、明日朝食を選びます。2人で食べたいものね。そう、じゃんけんで勝たないと食べれない。勝たないと食べれない。そう、オッケー。だから朝食じゃんけんで勝たないと食べれないゲーム。あー、オッケー。ルール説明です。とりあえずベロは1個選ぶ。1個選ぶ。じゃんけんする。オッケー。勝った方が食べれる、負けた方が払う。何を選んでもいい。何でも。食べ物だったら何でもいい。次に俺が食べたいものを選ぶ。オッケー。で、これとりあえず食材を選んでいきましょう。何でもいいよ。何でもいい。食べ物だったらね、口に入れるものだったら何でもいい。口に入れるもの、食べ物じゃなくて。いや、食べ物だよ。あ、じゃあお腹に入れるもの。 OK OK ということで、 Let's do it! イエーイ。あー、どっちがいいかな。どっちがいいかな。辛そう。ベロが選んでいいよ。スープみたいなやつと、ダメだダメだ。春巻き。いいよ。はい、料理が来ました。多分2人座れないから、じゃんけん勝った人しか座れません。最初はグーじゃんけん、ほい、負け。はぁー、マジ本当いいな。よかった。なんでなんでなんでやってるし、はい、辛くない。噛めない。どう？なんか野菜しか入ってないけど、うん、なんか美味しい。辛くない。その春巻き肉がないだけ。何これ？舐めちゃった。あ、いけない、いけない。やば、これ食いたい。最初はグーじゃんけん、あい、あいこでしょ。あったー。おいしい。うまい。めっちゃ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 うまい。超おいしい。めっちゃうまそう。めっちゃいい匂いするもん。これ10円で1個。めっちゃおいしい。チャンネル登録と高評価お願いします。アディオスアミゴス。